こんにちは今日は「声を鍛える」の5回目の講義です。えー、今日取り上げるのは「発生の基本要素」ということで5つの要素を取り上げます。で世間ではいろんなあの発生の本があるんですけども「発生の要素って何ですか何を鍛えるのですか」ということが 明確に書かれた本って意外と少ないんですよね。で、私の、あのー、どういう本を書いても実践に役立つようにあは基準を立てていますので声というのは発声って何をすることですかその何を鍛えればいいのですかっていうのを挙げたのがこの発声の基本要素の5つです。で第一がもう 言ってしまえば簡単なんですが、息、喉、下口、空気、こう言うと覚えやすいですね。いろいろあのこの本を書くときにももちろんいろいろな生理学だとか、えー、人体構造みたいなものをいっぱい書いた本があるんです。でしかしそれは実践に応用するには。 別に覚えても仕方がなないようなね自分の体で経験的につかめるような原理っていうのはとても大事なんですけどもで私自身そういうのを読んであの別に理解したからって何だよと横隔膜がどうのとかねあるいは呼吸の何とかがどうのってあるんですけどももうそんなもの正直私めんどくさいんで最も大事な要素だけ拾い出してます。であの息です ですからこの「息のどし下口空気」っていうのはね要するに我々の体から声が出るその過程をほとんど示しているですから息をどこから出しますかっていうのはこれさあの前回前々回で話しましたけど要するに状態のうっと状態の構えを作る状態をきちんとあの肩を緩めてうっと腰回りで固めてる状態をねでこの状態は これまでで話したわけですでその時に息をどう出すかというのは、えー、問題なのはじゃあ息だけ出しゃいいのかということとんそうじゃなくて息と声を一体化するためにはどうしたらいいか。でこれはあの次の章で触れてるんですけどもここではもう簡単に原理的なことを言います。息は肺から出るんですけどもねただ問題は。 あの息の質なんですけどもね深い,浅いがあるんですこれ正直言って私最近気が付いたんですけどもあの同じような発音でもね例えばね「花、ね」と「ね花」ってあるんですよ。この「花」の「な」なんですけどもね「花」で「フラワー」の方の「花」っていうのは浅いんですよ息が。 鼻と緩めるようにすると鼻っていう息になるんです。で、これはあの肯定ではないんです。息を浅くしてるんです。ところがそれに対して鼻っていうこのノイズノノーズですね。こちらの方はながね息が深いんです。ですから同じなであっても鼻なっていうなと鼻っていうなとね。 声のの違いじゃなくて息の深さだこれを最近気がつきましてあの実際の指導の場でも使っていますけどもですから「息は深い息」と浅いい息息があるで深い息を使った声というのが実はアクセントですとかねうっと力の入ったあの息,息遣いと浅い息遣いとねで深い息から強い声がる。 浅い日から軽いい、とか弱いそんな声が生まれまれす。すす。2番目は喉ででけどもね声帯ですで、この声帯もいろいろ解剖学的にどうのこうの声帯がどうのこうのっていうけどもまあいいじゃないのと <laughs> そういう詳しいのはあの私もちろん調べてますけど調べた上でまあいいじゃないのというね結論を出してるですから簡単に「あの喉自慢」なんていうようにね「喉の力」 喉,ってうけど喉に力を入れるけど実は声帯そのものは鍛えられないんですあのゴムの糸みたいなもんでねそのの周りの筋肉が引っ張っ張ててを振動させているですからむしろあの声帯を鍛えるんじゃなくて声帯の周辺の筋肉を鍛える方法をどうするかということがあの発声の訓練になってくるわけです。 で,あとはですね舌ですねねでこの「舌」というのはここまで来ると分かるのは実はは発声において大事なのは息喉なの息んですよでこれもちょっと話しましたけども英語で言う「R」と「L」ね「L」っていうのと「R」と「R」っていうあれはどこで出してるか。あの中学の時習ったことありますけど舌の先をっと丸めるんだとか伸ばすんだみたいなねことを言いますけど実は「 歯切れとか言うけど私に言わせると喉切れなんですよ。ですからあの発声の練習でもうっと喉を飲み込んで,でこの状態でうっと今こうやってしゃべるとこうやってしゃべるとこうやってしゃべると,って,るとって緩めるとねあの舌の周りも悪くなる。ですからうっと構えて引いた状態になると舌が自由になるんですよ。 ですから人間の体って不思議なもんであの力を入れた部分どっかを力入れていれば他が楽になって動きやすいんです。ですから舌を舌だけで考えるんじゃなくて舌を動かすための舌構えって言いますかねうっと固めた時に舌がよく。でこの辺の首周り周辺緩めとくとね舌もね動かないんですよ。ですから その辺の練習についてはあの朗読の教科書にも書きましたけどもねあの舌をはず弾く運動で。基本的には舌の訓練というのはね家業と他業でタカ,タカ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 とかトゥク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 とかね、えー、タカタカトゥクトゥクっていう風な、下行多行のの練練習が舌の練習になるで。実際の話をする時の8割方が家業多業の今のような舌の運動で動いて 例えば今私があの話をしていますけどこの下の動きっていうのはその動きを訓練すれば大体8割方ののの動きき訓練ができる。だから特殊な訓練したとしてもそれは実際の話をしたり言葉を発する時の,あのまあ役には立たないんですね。ですから特に役に立たないのはあの早口言葉みたいなやつね。 ああれも実はコツがって前回も話した「二三切り」の切り方で切ると早口言葉もうまく言える。「早口言葉もうまく言える」って言わないら早口言葉もうまく言える。「タカ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 タタカタタ」「タカタカタカタ」っていうこの「タカタカ」で切ると二三切りができると早口になれる。それを前回も話した1音ずつ。 全部均等にに並べて早く言うっていういのははこれは、ね、不可能です異様なな話し方だからそれはあの兄さんのリズムで、えー、発音まで変わってくる発声が変わる発音も変わるというねですからただあの声だけ息だけ出して発声練習しろとかねであとは早口練習しろでそれが一体化しないと結局はあのー、発いい発声発音声の 出しし方にはつながってていいかなな総合的なもんですそして口ですで口で言いますと後で言いますけどね主に口からあの響く声と鼻で響く声あとは口で響く割合と鼻で響く割合っていうのがありましてこのバランスがあるところがあの世間一般では、えー、口をねやたら後傾といって口の形を重視するんです。 これはね、だいたいあの母音を伸ばした時の。歌の発声練習なんですね。私この本でも一覧表で触れてますけども。歌の発声練習やるとね。朗読が変になる。で、そういう方いっぱいいます。あの朗読で、特にあの。歌をやられてる方が、朗読を始めると、歌を歌うようにね。異様な、あの響かせ方をするんですよ。 正直言ってなんかちょっと気持ち悪いようなね通常の人間の,あのつまあ人間じゃないに日本人の話しぶりとは違ってくるむしろあの小気味よいのが落語の早口みたいなねそういう方がはるかに言葉の周りがテンポもいいし気持ちよく聞けるそれを伸ばすっていうのは異様な伸ばし方になりますでは最後の5番目で空気ですなんで空気がいるんでしょうか これがあの発声練習発音練習の最大の欠点です。空気まで行って、えー、声を考えている人少ないんです。空気っていうのは二つ意味あります。その場の雰囲気という意味とね、で実際にあの空気そのものを意味してます。でこれはね場の問題なんです。ですから。 声というのは口まで行って口から出たらおしまいじゃないんです。それがあのその場によって響きを持つわけですからね。だから、それを空気というでどう空気を揺るがすかというところまで発声練習に含めないととんでもないことが起こる。で、これはあのビジネス関係というか、まあ日常で言いますとね。あの大声得意な人がいると、えー、小さな会議室で。 大きな声を張り上げる、ねええー、喫茶店で対面でお互いに話しても、えー、喫茶店中聞こえるような声を出すであと今ひどいのは特に若い人たちが電車の中で話をすると一両全体丸ぎ声でね、えー、大きな声してうるさいなと思って見るとなんと2人の若い男性が、えー、ほとんど顔つき合わせて話をしてるんですけど。 それが車両全体に響いてしまう。これがいわゆる大きい声通る声みたいなねどこへ行っても単調なその空気を無視した話し方をするだからうるさい、えー、面と向かった時にはうるさいから聞かないしで大きいだけであの心もないからそ,それがあの空気を無視した話し方発声の仕方になってきてしまうわけです。さて。 えー、私のこの本というのは4ページでで章が終わるんです究極に文章を、えー、圧縮してますのでどこ一行を読んでも、うん、中身があるんですがねですから買って読まないとダメですで話を聞いて分かったのと文章を書いて理解するのとは全然次元が違います。はっきり言って自分の理解というのは自分が 直接文章を読んでいくのが理解でね聞いた話はちょっと浅くなりますというわけでこの4ペえー、32、33は3ページ目4ページ目ですね発生の流れを書きましたこれもあのぜひ丁寧に書いてありますのであの一行一行読んでくださるとどういうふうにその今言った5つの要素がつながるかっていうのはわかると思います それと、えー、特に大事なのはこの4ページ目ですね声の訓練と心の訓訓練練。と心これはあの前にあの心声と体と言葉と何だったかな4つの要素で紹介した。ですから声というのを心から切ったら駄目なんです。で声大きい声出しなさいっていう時に心が切れちゃってる。 で「こんにちはありがとうさよなら」っていう言葉を言ってるんですけどもねこれもさっき言ったように「ありがとう」はロボット「ありがとう」「ありがとう」じゃなくて「ありがとう」「ありがとう」に「23」に切ってますで。この塊を固めなないいと感情も出ない だからロボットっていうのは一音一音をバラバラに並べていくから並べていくからロボットのように平らになるということになるのですなるのですっていうねロボットの真似っていうのは一音一音切って喋ってくださいそれをどんなにテンポ上げてもロボットはロボットですであらゆる声には心がつきもんですですから、えー、ここに書いたのはね心ない言葉なんで。 心ない言葉駄目ですで面白いのは心と声というのは別物じゃなくて声,声と心が一体化して出て出くるだから「心を作ってから声出しなさい」じゃなくてね声と心をい一緒にまとめて出す訓練が発声練習なんですよですから あのよくやるのは「アメンボ赤い,いなああいうえおっていうのはまるでロボットになったようなつもりで頭空っぽにして声だけ出すっていう訓練があるんだけどアメンボとかね犬とかね猿とか猫っていう時にもう猫って猫の好きな人が猫っていうのと嫌いな人が猫っていうのともう違うんですよ。ですから単純な 機械的な練習ではなくてやはりある言葉を使って発声練習をする時にはその心と声が結びつくんだということをくれぐれも意識しながら機械的にでかい声通る声を出して練習するのではなく、えー、声を訓練することが大事なんですね。で声かから実はその人の人心も分かるしで もう一つありがたいのは、心がなくても心があろうとする声を出すことによって後から心がついてきます。これはあの心と声の相互作用みたいなもんで。ですからあの前言った、えー、腹式呼吸による発声っていうのはね、一生懸命息をしてそれに声を乗せるんですよじゃなくて、えー、その 息とお声が一体化した練習をしなきゃいけないで、声においても声と心っていうのがあるんだよとそこで優しい発声の発声練習とかねこ根治気象という時の発声練習とかこれについても、うん、声を鍛えるの第4部では猫の鳴き声練習で嬉しい猫悲しい猫友達を呼ぶ猫とかね 怒った猫とかねそんな練習もやってますんで、うん、それも動物だけではなくて人間の心と声が結びついた訓練の一つになると思いますので第4部を楽しみにお待ちくださいそれでは今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました